はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。コミチャンネルのショーが今日は、20代から50代の女性対象。アンケート結果。あなたの生きがいは何をお送りいたします。よろしくお願いいたします。あなたの生きがいは何 まあ、つまり何をしているときが一番楽しいのか、何がしたいのか、これから何を希望するのかということですよね。まあ、あのー、私ね、大きい企業の、まあ、相談役をやっていてですね、まあ、アンケートとかを、まあ、その企業で取ったりするのを資料を、まあ、見てるんですよ。まあ、どことは言えないので、<laughs> まあ、あの、その、まあ、数百人のアンケート結果、少なくても400人以上あるアンケートの結果の 集計というのを見たんですよね。で、なるほど、面白いなと思って、今、現代で言もう、あの、つい最近の話ですから、今の、まあ、二十歳代から50代のね、まあ、そこに勤務して働いている方々の女性のね、あの、方々が、一体何を希望しているのか、人生の楽しみを一体何に置いているのか、何がこれからしたいのかということが、 まあある程度このアンケート結果で見えてきたんですね。でもそれを密かに皆さんにお知らせしたいと思います。まあ密かって言ってもここで。いやだからこれ名前とか言うわけじゃないんで企業の名前も言わないですから、まあいいんです。大丈夫なんですよ。だってどこかわかんないですからね。もう絶対に口が裂けても、えー、言わないですよ。大丈夫ですから。まあアンケート結果だけなんでね。でも記名なんですよ。名前は書いてない。ね。 まあ、あの、20時代から50代の女性ということで、数百人のアンケート結果が出たんです。興味あるでしょね。もうこれあの、女性の方も聞いてらっしゃるしね。まあ、男性の方も聞いてらっしゃるし、ね。まああの、若い方も、ね。年齢が結構いった方も聞いてらっしゃるじゃないですか。ね。あの、ああ、そうか。今そういう、えー、女性ってそういうふうに思ってるのか。で、私はどうかなとかね。まあいろいろ比較したり考えたりする点も多々あると思うんですよ。 では行きます。これはね、あの、びっくり仰天ですよ。あのー、これ1位から行きますから。あの、普通はね、10位から登ってって、第1位が最後な、私なんかあの、1位から行きたい。<laughs> 1位から、あの、1位から十2十位まで下がっていきますので、えー、まず、3000と輝く、第1位。あの、これ、あそうだ、これ言っとかないといけないんですけど、あのね、 自分でこういろいろ書いたりする欄もあるんですよね。あだからまあまあ、あの、細かいことを何種類か書いてる人も、まあ、大きなくくりの枠で、あの、集計取ってますので、まあ、とりあえず、まあ、第1位、まあ、あの、順を追って説明をしますけども、まあ、第1位、発表いたします。じゃ、じゃ、じゃん、ちゃろりょーん。<laughs> なんでそのファンファーレ。<laughs> いいえ、第1位え、素敵なカフェで過ごしたい。 1> 第一位なんですね。カフェ。<laughs> 私がね、最も苦手とするところなんですけど、カフェ。いやー、これがね、第一位ですよこれ。女性はカフェが好きなんですね。私はもうほんとほ、もう全く興味ないですね。まあ、男性だからなのか、なんなのか、わからないですけど、まあ、カフェ、カフェ、カフェ。 まあ、あのあのコーヒー飲む人、紅茶を飲む人もいるんですけれども、なんかね、あのアンケートの結果、細かく書いてあるところもあるんですけど、具体的に書けるところもあるんですけどあの、スイーツはね、そのお店、お店によって、なんか特別なスイーツを提供しているお店もあるらしいんですよ。で、そのスイーツを食べるのが、まあ、目的という方が多いんですね。なるほどなと思って、あまあ、女性甘いものね、好きですからね。 素敵なカフェで過ごしたいと。まあ、海の見えるカフェとか、まあ、沖縄なんかもあちこちありますからね、近所にもありますよ。海が見えるカフェね。まあ、どうってことないですよ。あの、もう、夏の最盛期の繁盛期過ぎたら、ガラガラですからね。あの、え、時々行くのかってうん、あの、カフェの近くは通るけど、決してカフェには入らない <laughs>。いや、入ったことはあるんですよ。 あの、たまにね、その企業の社長さんとかがね、あの、沖縄来るの遊びに、家族とかゴルフしあ、ゴルフ場があるんですよ。で、ゴルフやりに来るわけ。誘われるんだけど、私、ゴルフはゴルフでちょっと苦手なんですよ。で、ゴルフをお断りする代わりに、あの、カフェでじゃあちょっと、あの、お茶でもどうって言われて、いや、もう仕事のね、ね、まあ、あの、スポンサーですから、 行かないわけ行かないので <laughs>、まあカフェに行くときはあるんですよ。<laughs> 沖縄にその方がいらっしゃったらね。まあそれでカフェ行くんだけど、まあまあいいですよ。あの海目の前だしね。だってあの、なんて言うんですかね。あの、もうベンチみたいな感じのところがあって、そのカフェの土地にね。で、海目の前なんですよ。ちょっと高台で。そりゃ綺麗ですよ。この世のものと思えない。まあそういうカフェに行きたいんでしょうね。まあ気持ちはわかりますよね。 でもね、あの、しょっちゅう毎週カフェに行っている方もいるんですよ。でこれっていうのは、自分家の居心地が悪いんですよね、絶対にね。だって自分家の居心地がカフェよりも良かったら、カフェには行かないんですよ、絶対に。で、うちはね、自分家の居心地を良くしてるんですよね。で、あの、古民家も改装してね、家の中でカフェ作っちゃいましたから、居酒屋へとね。あの、もう最高なんですよ。風景もいいしね。 窓から見える風景も絶景ですよね。だから、カフェにわざわざ行きたくない。あの、居酒屋も家に作っちゃったんで、本物の居酒屋そっくりにね。だから、まあもう、居酒屋もね、家の中にあるんで行かなくて、いや、もう、あの、何があっても家の中で楽しめるように、あの、自分で全部作っちゃったんですけど、 まあね、だからカフェは行かないし、まあもともと行かないし、もともと私あの一人でお店入れないタイプで、一人で飲むとか何かご飯食べるとかね、もうね、牛丼屋が限界なんですよ。いらんないんですよ、その長く。あの、10分以上いるとちょっとね、なんか怪しい人間になっていく。そうそうしていや、本当に。だから、だからよくあのカフェとかでゆっくりして本とか読んでらっしゃる方いるじゃないですか。いや、私ら真似できないですね。 まあ、それはそれでね、あの、その人たちのね、まあ、人生の過ごし方なんだからいいんですけど、まあ、素敵なカフェで過ごすというのはね、第1位ということでした。第2位、外国旅行に行きたい。なるほどね,ね。そうかもしれないですね。なんかやっぱり日本の中にいると、外国、どんなところかしらとかね、エジプトのピラミッド見たいとか、パリに行きたいとかね、エフェル塔本物見たいとか、ね、スペインに行って、 桜田ファミリア覗いてみたいとかね。まあ、いろんなのありますよ。そりゃ荘厳だし、いいですよね、風景はね。うんまあ確かにね。まあ、ツアーで行ったりとかね、まあ、一人旅で行く人もいるみたいですけども、まあ、視野を広げるという点ではね、まあ、いいかもしれないです。ただ本当にね、世界中いろいろ行きましたけど、日本が一番いいですよ。あの結局ね、日本が、まあ、暮らしやすいです。 まあただ、東南アジア、いいとこありますよ、結構ね。あの、人はいいですね。やっぱ似てるんでね。あの、アジア人ということでね。だから東南アジアに住むんだったら、まあ、住みやすいかもしれない。本当に。あの、物価もそんなに高くないところはいっぱいありますからね。あの、住みやすいですよね。うん、まだからヨーロッパもいいですよ。あの、綺麗、景色、風景とか。ただ、みんな、あの、芯が強すぎてね。怖いですよ。<laughs> まあだから芯が強い人はいいかもしれない。対抗してね。まあなかなか難しいですよね。ヨーロッパで暮らすっていうのはよっぽどこう気合い入ってないとね、潰されちゃいますよね。潰れていっちゃう。まあ旅行ぐらいだったらね、いいと思いますよね。うん。ねあの、まあ博物館見たり美術館見たりね、まあすごいいいですよ。ね。まあまあ、あの、それはすごい素敵でいいことなんじゃないかと思います。 3番目、3位ですね。ディズニーランド、ディズニーシー、USJ などの遊園地に行きたい。なるほどね。これはあるかもしれないね。まあ楽しい。まあデートしたりとかでしょうね、きっとね。まあまあ、あの、一人で、一人で行ってる人、あ、あのね、思い出した。ディズニーランドにね、行った時にね、前ね、あの、まあ何人かで行ったんですけど、男の人でね、 うさぎのね、頭のね、帽子みたいなかぶり物を、まあ、ディズニーランドの中で買ったやつなんでしょうけど、うさぎのね、それをかぶった男の人が、ポップコーンのでっかいやつを抱えてね、首から下げて、一人であの乗り物に並んで乗ってる男の人、痩せた男の人、メガネかけた、黒縁のメガネあのを目撃したことあるんですよ。で、みんなで、あの人なんか、 へ、変だねって、ね。あの、そういう話をしてたことがあ。だって、一人なんですよ。で、ポップコーンをむしゃむしゃ食べながら。で、それがね、あの、二つのアトラクションの並ぶところで偶然一緒になったことあるんですよ。あの、二箇所で。あ、またいたとか言ってね。なんかちょっとね、怖いものありました。<laughs> まあディズニーランドを楽しんでるだけなんでしょうけども、男の人でね、ポップコーン、 ほおばりながら一人でね、いやー、あのね、今でも覚えても、その人のね、着てた上のシャツ、夏だったんですけど、横島のね、あの、赤と白の横のストライプの、交互のストライプの T シャツを着てたの。いやー、すごいな、いや、梅津和夫かと思いましたよね。いや、本当に、いやー、すごいなーと思いながら、ね、とちゃんですよ。ね ま、ディズニーランド、ディズニーシー、USJ に行きたい。まあ、面白いですよね。いいと、いいと思いますよね。4番目、4位です。ゴルフをやりたい、うん。これは多い。結構多いんですよ、これ。女性の方で。ゴルフを始めました。ゴルフをやりたい。ゴルフ一緒に行きませんかそういう方多いね。私ね、ダメなんですよ。苦手なんですよ。ゴルフ誘われてね。まあ、仕事からね、あの企業の上の人が、 お客さんじゃないですか。誘われて最初ね、しょうがないからね、行ってみたの知らないから。で、練習してから行かなきゃいけないと思って、なんていうの、あの、コーチ、プロのね、ゴルフのプロのコーチに習って、で、そこそここれで、まあ、もう出れますよ、コースにって言われて、それでもうビビっちゃって、いや、でもちょっと、あの、社長とか相手なんですよねって言ったら、あ、じゃあ一緒に僕は何回か回りましょうって言って、そのプロの方と、 試しに回ったのね、ハーフとかね。で、あ,あいけるこれなら大丈夫ですよって言って、で、社長たちと一、二回回って、いや、もうね、気を使うし、あと、後ろのグループが迫ってくるんですよね、あれね。知らなくて、最初。後ろのグループ結構ゆっくりこっちがやってると迫ってくるんですよ。いやいやいや、ゴルフってこんなになんかベルトコンビアのね、あの、何、流れ作業みたいに、 結構スムーズに、どんどんやんなきゃいけないんですよねで。あれが嫌で、なんか圧迫感あるじゃないですか。後ろから迫ってくる。前にもいる。え、なんサンドイッチ状態で進んでいくのと思って、え、もっとなんか優雅に余裕があって笑いながら、ちょこんちょこんってやって、わははって言いながら、じゃあ次行くみたいな感じなのかと思ってたの。違うんだよね。ほとんどのコースで。それ高いコースなんですよ。高いコースって高いゴルフ場なの。会員権が。 なのにですよ。後ろから迫ってくんの。いや、え、でもね、外国でもゴルフやったことあるんですけど、外国はないんだよね。後ろから迫ってこないよ、あんまり。あれ、日本のシステムだよね、やっぱりね。だからね、あの、優雅にゴルフできないの、日本だと。だから、そうか、正確に言ったら、日本でゴルフをするのが苦手な。いや、本当に。いやー、これきついな、と思って。でもみんな平気な顔してやってるんだよね、リズムよく。 あれがね、なんか枠にはまったみたいでね、焦っちゃってね、できないんですよ。めちゃくちゃな、あの、打数になっちゃうの。14打とか打っちゃうよね。<laughs> 森の中入って出てこなくなったり、森の熊のプーさんにお会いしてね、挨拶してるような状態になっちゃってね。いや、もう、参っちゃいましたよね、ゴルフ。そうか、これはまあ、なんかステータスなのかなね。 私ゴルフやってるんです。まあ気持ちもいいことはいいですよ。ゴルフ場綺麗は綺麗だね。景色がね。まあなんか自然が溢れてる感じもするしね。なんかスカッとするから、まあそうなんだろうね。やっぱなんかね、やってみたい。まあゴルフやってると、私ってなんかちょっといい生活してるみたいな感じにもなるのかもしれないですよね。まあいろいろでしょうね。まあまあこれも個人の趣味なんでね。でも私基本的にはなんか力がある方なんでね、格闘技とかが好きで、 やっぱりなんかあのー、ね耳かきのあの、でかい化け物みたいので、ボールをちっちゃいボールをカーンって打つっていうのが、賞にもともと合ってないかもしれない。そんなにね。じゃあ、第5位です。美味しいものを食べたい。これは第5位に食い込んできたね。美味しいものが食べたい。普段何食べてんだろう。<laughs> ねいや、普段美味しいものを食べてないってことでしょだってこれ。 ねえ、美味しいものを食べたい,い。普段は何を食べてらっしゃるんですかってことになりますよね。いや、まずいものを食べて、いや、逆に言ったそうですよね。普段私はまずいものを食べてますって言ってるようなもんですよね、これね。もしくは、さほど美味しくないものを食べて、いや、言い方悪い。言い方悪いけど、いや、本当に。まあ、どういうことなんだろうね。私はね、食に関してはね、美味しいものを食べないといられないんです。うちの家庭がそうで。 ま贅沢だったら贅沢だよね。美味しいものしか食べないんだから、毎日ね。いや、誰が食べても美味しいものを食べてます。もう誰が食べても味うるさいからね、私ね。で、自分で作るのも美味しいですよ、相当。うん。あの、やっぱりね、美味しいものを食べてないと、精神は安定しないよ。<laughs> いや、本当はあのね、もうどうでもいいようなね、あんま美味しくないものをね、まあしょうがないか、これ食べるかって言って食べてると、精神はね、あの、豊かにはなんない。 本当に、ああ、これなんか彩りもいいし、これ美味しいね。こんな美味しいものあるのっていうものを毎日食べてる方が、気持ちは豊かになりますよ。間違いない。ただね、多少ね、お金かかる。これは本当、しょうがないね。だって美味しいもの毎日食べるんだもんね。だから旬の果物とか、まあ高いから最近はそんなに毎日は買えないよね。この間ね、梨を2個買ったの。まあ沖縄で買う梨の高いこと。 びっくりし、1個500円ですよ。なんだよ、この値段って。まあでも、2個買ったの。で、半分ずつ娘と食べてるんだけど、食後に梨。いや、最高のお塩ね。梨、シャキシャキしててね。でも、梨の時期って短いじゃないですか。ちゃんとあの、買って食べないと、すぐなくなっちゃうよね、スーパーからね。高いね、沖縄の梨はめっちゃくちゃ売ってんの。 あの、山梨とか長野の梨だったりですよ。売ってんのはね。いや、飛行機で来たんだなと思いながら。まあ、ありがたいですよね。沖縄にいて山梨県の梨が食べられるんですよ。ね。だけどまあ、美味しいもの食べないとね。まあ、もちろん、あの、梨だけが美味しいんじゃないんですよ。あの、食事、料理美味しいですから <laughs>。あの、いいものを、食材いいものを使って、あの、食べてますね。だからそれを、まあ、繰り返したいんですよ。どうしてもね。 他に贅沢しないですからね、服なんかボロボロの着てるしね、服買わないもんね、ほとんどね。服はね、あの、アメリカ人にもらったりとか、あ本当にあの服ほぼ買わないんですよ。買ってない。ここ何十年も服買ったことないんですよ。みんなくれるんですよね。で、アメリカ人の方がちょうどいいんですよ。体が大きいので。だからそれを着てるからね、あの娘のもが買いますよ、ちゃんとね。 まあだけど、まあ、お金はだからかかんないですね。全然ね。まあ食べ物に一番お金かかるかなってで。でもそれが一番ね、私としては一番いいんですよ。やっぱり体の健康とか、まあこうやってお,あのお話ししてること自体そうですよね。これ私ね、あの自分で、まあ人によって美味しいもの違うからね、あの、ただ美味しいなと思えるものを栄養があってバランスが良くて美味しいものを食べてないと、こんな風にね、 毎日ね、陽気にね、喋れないんですよ。<laughs> いや、本当ですよ。だって機嫌悪くなるのね、きっとね。イライラするじゃない。あのね、食がおかしいとね、精神的にバランス崩れます。だからね、食べ物がね、あの、美味しい、いいもの食べないと、イライラするの、人間って。これは良くないよ。寿命も縮むよ、陽気にもなるしね。んだからね、これはね、 あの、食べ物をケチっちゃいけないっていうのは基本中の基本。生きるための。生き残るための。特に病気になりにくいです。食べ物をちゃんといいものを食べてるとね。だからよく肉を食べないとかいう人いるけど、まあそれは自分の趣旨でね、いいんですけど、肉を食べないとどうしてもタンパク質足りないので、やっぱり大豆とかね、お豆腐とか、お豆腐もいいやつ食べなきゃダメですよ。お豆腐も。あれはね、薬使ってあるんですよ。安いやつは。 いや、ちゃんとした、ね。いいお豆腐を食べて、昔ながらの作り方のね。うんだから、そういうものをちゃんと食べないと、体には良くないですよね。まあ、ただだから、お金かかる。それをやると。うんだけど、病気になってね。あの、娘のこともそうだけど、体を壊してね。入院しちゃうっていうのが、私はね、嫌なんですよね。 なんか、どうしていいかわかんないじゃないですか。まあ自分もなっちゃうとそうだけど、だからね、やっぱり、ね、そうならないように普段から、まあちゃんと栄養のあるものを食べて、バランスをとってというふうにはしています。まあだけど第5位、美味しいものを食べたいと。ね。普段何食べてるんだろう知りたいね。<laughs> 普段、なんだろうね。何食べてるんだろうね。いや、これはだけど、 ねえ、普段から美味しいものをね、3食食べる人は3食美味しいものを食べ、2食の人は2食美味しいものを食べるっていうのが、まあ基本的にはいいんですよ。本当にいいあの、豊かになりますからね、気持ちがね。第6位です。人生を楽しみたい。随分抽象的ですけど、これなんだろうね、人生。これ、あの、美味しいものを食べたいのと、なんか捉え方が似てるけど、幅が広くてね、人生を楽しみたい。 はげなし、逆に考えたら、今は楽しくないってことでしょ毎日は、<laughs> まずいよね。これはなんだろう仕事ばっかりしてきつくて、さほど毎日が楽しくないみたいな感じなのかなねえ。人生を楽しみたいんだね。楽しいことをやってないのかな毎日ね。何が楽しみなんだろうこういう人にとって。さっきのゴルフとか、 ディズニーランド、ディズニーシーとか USJ に行くことなのかな美味しいものを食べるとかね。なんだろうね人生を楽しみたい。でも、日頃のなんか毎日生きている行動半径が狭くてもね、その中で楽しいことっていっぱいありますよね。で、それを見つけて、あ、なんか楽しいこれっていうことを毎日少しでも取り入れてやっていくと、 まあいいんじゃないですかね。それはね。だからそういうものを見つけられないでいるのかもしれないですね。でも見つけてる人もいますよね。あの本を読むのが好きで、ね。まだ、あ、あの携帯で今本も読めるから、ちょこちょこって読んで、ああ、面白いなって言って楽しんでる人とかもいますからで、そういう方ってちょっとした楽しみを知ってますよね。音楽を聴いたりね。ああ、音楽はいいなと思いながら映画見たりとかね。そういう毎日の日々の少しずつの楽しみでも、 まあ十分人生を楽しんでいるということにはなると思うんですよ。だから、よっぽど忙しくて映画見てるどこじゃないとかね。なんかそういう方多いんでしょうね、今ね。あの仕事に追われてしまってるとか、育児に追われてね。あの家のことを子供を育てるだけじゃなくて、看病されてる方もいるじゃないですか。だから、いやそんな余裕は本当にないのよっていう方、まあいっぱいいますよね。あの男の方も女の方もね。 ああそうか。そうすると人生をちゃんとなんか楽しんでみたいなっていうことなんでしょうね。まあ、抽象的ですけども、なんとなくわかる気がね、しますね。第7位です。沖縄が好き。出ましたね。これ嬉しいですね。私今沖縄にいるんですけどもね。これ結構多いんですよね。沖縄に行きたい。沖縄旅行に行きたい。ね。沖縄の海で泳ぎたい。沖縄海を見たい。もう沖縄、沖縄、沖縄。 沖縄人気ありますね。これね。そうなんですよ。北海道の人もはるばる沖縄まで来る人結構いっぱいいるんですよ。これはすごいね。なんか、魔力だよね。<laughs> なんか、なんかその、口では説明できない、なんか妙な、あの、三振みたいな感じなんだよね。沖縄のティントン、キントン、キントンっていうあの、三振のね。 あ、なんかあれが流れてくると、なんか妙に沖縄みたいな感じがするじゃないですか。ね、だから、なんでしょうね。なんか沖縄って妙な魅力があるんですよね。たまに行ってみたくなっちゃう。毎年行きたくなっちゃうみたいなね。沖縄が好き。まあ確かにね。いいとこですよ。でもね、沖縄の地元の人に話を聞くと、何がいいんだねっていうのよね。<laughs> いや、ほぼ全員言うよ。 若い人も何がいいのって。いや、本当に。ま、呆れ顔で何がいいのこんなクソ厚いとこって。本当ですよ。いや、不思議だよね。だからずっとそこの内側でこう育ってくるとわかんない魅力っていうのが、まあ、あるんだよね、きっと。沖縄の人はね、大阪とか神戸とかね、東京が大好き。そういうところに行きたいっていうみんなね。 そういうところの方がよっぽど魅力的じゃないって。でも東京とかね、大阪とかのなんかものすごい人混みの中で暮らして生きてきた人は沖縄はいいよねっていうね。まあないものねだりなのかもしれないですね。まあだけど自然に溢れてて、あの海は綺麗で確かにいいですよ。私なんか東京の生まれ育ちだから沖縄は最高ですよね。もう何年もいますけど飽きないね。やっぱり 生まれ育ちが大都会みたいな中で、ぐっちゃぐちゃに育ってくると、いいね、こういうとこは <laughs> 沖縄みたいなとこだ。<laughs> ね。満員電車でぐっちゃぐちゃになりながらね、本当にね、人のカバンがおけつに当たって、うおーってなって、満員電車で通ってるようなね、毎日送ると沖縄の海で、ね。まあ、それこそカフェじゃないけど、海の見えるところでお茶飲んだりなんかして、 そりゃ最高だよね。<laughs> 本当にね。ないものね。なりだね。これはね。なるほどね。8位。ペットを飼いたい。ワンちゃん、ネコちゃんを飼いたいっていう人はすんごいんですよ。これはね、飼うとね、あることが起きます。あのね、特に女の人。ワンちゃん、ネコちゃんを飼うと、結婚がなかなかできなくなる。いや、本当ですよ。だって面倒を見なきゃいけないから、留守にもできないしね。 で、彼ができて、いや、じゃあ旅行行こうよとか言っても、行けないもんね。なかなか。でも、どうしても行こう行こうって言われるから、ペットショップに預けて行くんだけど、心配でしょうがないよね。だからね、ペットを飼うとね、根気を逃す人がなら、<laughs> いや、本当ですよ。これは難しいよ。でも、寂しいから飼っちゃうんだよね。まあ、飼えない建物もあるけれども、飼えるんだったら飼いたいなっていう人が多いということですね。 まあでもわかる気がするね。可愛いよね。猫ちゃん、ワンちゃんいると本当にハムスターでもそう。飼ってると可愛いいですよ。全部ね。なるほどね。ペットを飼いたいと。ね。第9位。お金に困らない生活をしたい。これはね、給付状。これ食い込んできたね。毎年これはなかった。ベスト10にとうとう入ってきました。ということは今、やっぱり物価が上がってね。 ものすごい値段がね、いろんなものを高くなって、ま、あいろんな何やるにしてもお金がすっごいかかる。だから、今のお給料とか稼ぎでは、やっていけない、ギリギリという方が増えてるんですよ。お金の余裕がなくなってきている。だからお金に困らない生活がしてみたい、したいんです。これだから公務員がまた、あれでしょう、人気があるんだよね、今ね。子供に公務員になった方がいいよって言ってる親いっぱいいますよ、今。 安定してるよって。だってものすごいもらえない。公務員の人たち自分から言わないからね、絶対に。学校の先生含めてね。こんなにもらってるんだよって絶対言わないの。それ言うとね、恨まれる。え、そんなにもらってるんですかと。公務員の方はもらってるよ。ほんと、あの、普通の、あの、中小企業の方よりはるかに安定してるしね。だからね、嫌なことあっても我慢してるんだよね。まあ、それはそれで大変かもしれないね。 うーんー、まあ、大変ね。役所の仕事なんてね、それほどなんか面白おかしい仕事ないでしょあんまり。<laughs> ね。毎日、わは面白いな、これって言って、役所の仕事をしてるとあんまり見ないもんね。黙々とやってる。まあ、真面目だからだね、日本人はね。まあ、お金に困らない生活をしたい。わかる気がします。ここ最近ね、何でも高いからこうなってきたってことですね。そして、最後、ベスト10の10位。ドライブ。 国内旅行に行きたい。なるほどね。これ外国旅行が第2位だから、第10位随分下がるね、国内旅行ね。いや、だけど、まあ、ドライブに行きたいっていう方は多いですよね。あの、一人で遠出をしたいっていう方もいるし、運転して、また誰かと一緒にパートナーの方と、まあ、ドライブに行ってね、気ままに旅行したいとかいう方もいます。で、国内旅行でね、まあ、沖縄旅行じゃないけど、先ほどの北海道行ったりとかね、東北行ったりとか、 まあいろいろ行ってみたいという方もいっぱいいますよ。なるほど、国内旅行ね。でもこれもね、今相当高くなっているのでね、ホテルとか。そんなにしょっちゅう行けなくなったんですよ。これもきついよね。国内のホテルは間もなくどんどん潰れ始めますからね。お客さんはこの夏ね、少なかった。うん。やっぱりね、いろんなね、食料とかお金がかかるようになって、 あのいいホテルとかに泊まれなくなっちゃったんですよ。旅行行かなくなっちゃったんだね。うん、だから地方でね、あのホテル、沖縄もそうだったけど、全然混んでないもんね。本当に。国内旅行はだん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 少なくなってくるよね。ホテルが高くて、なかなかね、難しい。まあ大変ですよ。まあ気軽にドライブぐらいだったらいいのかもしれないけど、車の維持費、ガソリン代が今度ね、どんどん上がっていきますから。 これまたね、難しい。あ、だからドライブに行きたいっていうことなのかな。ね、いろいろ車の維持も難しいし、もう車も買えないかもしれない。ドライブ行きたいなっていうことなのかもしれないですよね。まあ切実な願いですよね。まあ、ということで、ベスト10、二十代の方から50代の方、女性対象にね、あなたは今何がしたいんですかと、これから何がしたいんですかというアンケート結果をお届けしました。 また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。